休憩前に引き続き会議を開きます。20番山本信之議員。皆様おはようございます。公明党の山本信之です。8項目について質問させていただきます。市長並びに関係理事者の皆様の簡潔で明確なご答弁をよろしくお願いいたします。1点目、ノーベル平和賞受賞団体の憲章について、世界ではロシアがウクライナに侵攻を開始して、この以降核兵器をめぐる状況がかつてないほどに緊迫しています。このような状況の中で、2024年のノーベル平和賞を日本被団協日本原水爆被害者団体協議会が受賞しました。その理由には、核のタブーの確立に多大な貢献をしたとあるように、不使用の継続に対する深刻な危機感が現れていると伺えます。公明党でも11月27日に石破茂内閣総理大臣へ被爆80年を目前とした緊急要請を行いました。そこでお尋ねします。その構成団体である長崎被災協長崎原爆被災者協会に名誉市民などの称号を与えるなど、本市としてもこの長年の活動を検証してはいかがか、本市としての見解をお聞かせください。2点目、建築行為等にかかる道路交代用地の整備について、私は SDGs において掲げられた住み続けられるまちづくり、長崎市で実現するためには狭隘道路の解消に努め、市民生活の向上と安心安全に寄与することが重要であると考えます。そこで民間の建築行為等による道路交代用地の国の補助制度である狭隘道路整備等促進事業を活用し、整備を進めることは有効であると思います。島原市の事例において、沿道建物の建て替えによる道路整備が進んだ箇所では、緊急車両の通行も可能となっています。長崎市でも居住誘導区域の平坦部においては、建築行為等にかかる狭隘道路の整備手法の活用が有効であると考えますが、本市の見解をお尋ねします。3点目、防災減災について、1、危険な崖地の対応強化、所有者が判明している民有地の崩壊した危険な崖に対し、長崎市は崖の所有者へ補助制度を提案し、復旧に向けた対応を行っています。しかしながら、崩壊後に所有者が対応しない場合には、復旧工事が行われないままになっています。また、宅地造成等規制法や建築基準法、空き家特措法において、所有者は常時安全な状態に維持するように努めなければならないとされています。そこで民有地の崩壊した危険な崖地が放置されないように、関連法令に基づく指導に加え、勧告書を送付するなど対応を強化すべきと考えます。本市の見解をお尋ねします。3点目、防災減災について、2、下水道環境の防災対策の早期化、昨今の異常気象や能登半島地震の被災状況を受け、下水道環境の防災対策が急がれます。しかしながら、人口減少などにより経営状況が厳しくなる中で、老朽化した下水道環境の改築については、材料費の高騰もあり、財政面でも大きな影響があります。また、更新事業は下水道環境の内部を調査し、更新が必要とされるものを5カ年のストックマネジメント計画により実施されます。そこで事業延長を延ばし、より早期に進捗が図られるよう、国の補助制度が活用できる環境の更新から行うべきと考えます。
本市の見解をお尋ねします。4点目、プレミアム付き商品券を活用した物価高対策について、政府は22日に事業規模39兆円程度の新たな総合経済対策を決定しました。この中で、重点支援地方交付金として、プレミアム付き商品券の発行が推奨事業となっています。これは公明党の公約として進めてきたものです。さらに地元の中小零細店舗の皆様の声を、秋野幸三公明党参議院議員に直接聞いていただき、その声を政府に届けていただきました。その結果、プレミアム付き商品券の発行が重点支援地方交付金に例示されました。長崎市も物価高が長期に及ぶ中で、プレミアム付き商品券の発行は非常に効果があると認識しています。今こそぜひ実施すべきです。そこで、プレミアム付き商品券の発行支援について、本市の見解をお尋ねします。5点目、リフォーム補助金の件数増加について、住宅リフォーム支援補助金制度については、長崎住岡リフォーム補助金と住宅性能向上リフォーム補助金があります。令和6年度の1、2期募集時に申請者が殺到し、早期に予算に達し、受付を終了しています。それだけニーズがある補助金です。今後も需要が多く見込まれると思われます。住宅リフォーム支援補助金を広く浅く多くの市民が利用できる補助金制度として、件数の拡充が必要かつ重要だと考えます。本市の見解をお尋ねします。6点目、子ども食堂等への物価高騰による支援策について、私の住む地域では、城山小学校の児童を中心として、放課後の子どもたちの居場所づくりとして、放課後子ども教室、城山スクールが実施されています。その中で、子ども食堂は外部講師の指導を受けながら、職域教室として子どもたちの自発性を育んでいます。また、社会福祉協議会城山支部では、フードバンクの支援を受けながら、子ども食堂等としてカレーの冬を月に1回実施し、地域の大人や子どもなど100人を超える方々に参加していただいております。米などの材料については、工夫しながら地域への食の支援として実施されました。しかしながら、子ども食堂等の運営者は、食材費の高騰により、経済的に厳しい運営を強いられています。そこで、物価高騰の影響を解消するため、国の制度を活用するなど、子ども食堂等に支援はできないのか、本市の見解をお尋ねします。一人暮らし高齢者世帯への居住に対する支援について、超高齢社会、高齢化社会の中で、一人暮らし高齢者世帯は年々増加しています。今後も増加していることが想定されます。私が一人暮らしの高齢者世帯で実際に相談を受けたケースは、転居等で賃貸住宅に入居を希望する際に必要となる保証人を確保できない。そのため大変困ったとのことでした。一方で、高齢者の総合相談窓口として地域包括支援センターがあります。そこで住まいのサポートという視点で、このような住まいの困りごとが起きた際に、どの機関や窓口が相談を受け付けて支援を行うのか、また支援を行う機関や窓口に円滑につながるような流れ、仕組みも必要と私は考えます。本市の見解をお尋ねします。以上、本段からの質問を終わり、ご答弁の後、理解を深めるため、自席より再質問させていただきます。また、8点目の持ち主不明協力については、時間により自席から質問をさせていただきます。ありがとうございました。
長。公明党山本信之議員の質問にお答えいたします。まず1点目のノーベル平和賞受賞団体の憲章についてお答えいたします。日本原水爆被害者団体協議会、通称日本被団協が今年のノーベル平和賞を受賞することとなりました。被爆地長崎を代表いたしまして、心よりお祝い申し上げます。日本被団協は昭和31年に被爆者の唯一の全国組織として結成され、再び被爆者を作るなを合言葉に、被爆体験を国内外に証言し、核兵器廃絶運動の先頭に立って取り組んでこられました。会員の皆様の訴える自らの壮絶な被爆体験は、国際世論に大きな影響を与え、核兵器の使用を防ぐ大きな力になっております。また、1,370万2,345筆の署名を集めた被爆者国際署名は、令和3年1月に発行されました核兵器禁止条約の成立と発行を大きく後押ししました。このような日本被団協の長年にわたるご活動に、心から敬意を表したいと思います。議員ご質問の、日本被団協の憲章でございますが、名誉市民や栄誉市民の称号の授与、市政功労表彰などの表彰は、長崎市民や本市を活動の拠点とする団体などを対象としております。日本被団協は、都道府県の被爆者団体の集合体として、東京都に本部を置く全国組織の協議体でございますので、長崎市としては、憲章の対象とすることは難しいと考えております。他方、日本被団協の構成団体であります長崎原爆被災者協議会、通称長崎被災協は、長崎市に所在する団体で、長崎市を活動の拠点とされておりますので、憲章の対象となります。長崎被災協は、長崎の平和活動を牽引する団体であり、日本被団協の活動においても大変重要な役割を担ってこられておりますので、平和活動に尽力し、功績顕著な団体として、すでに平成8年に長崎市市政功労表彰を行っているところでございます。これまでの日本被団協の活動が世界に認められ、ノーベル平和賞を受賞されたことは喜ばしいことであり、核兵器のない世界の実現に向けた契機となるよう期待しております。このため長崎被災協の表彰などについても検討を進めてきているところでございます。現時点で具体的な内容はまだ決定しておりませんけれども、長崎としても長崎被災協に対して検証を行うことについて調整を行ってまいりたいと考えております。次に4点目のプレミアム付き昇進券を活用した物価高対策についてお答えいたします。長崎市におきましては、これまで新型コロナウイルス感染症や原油価格、物価高騰による影響で大きく減少した消費を喚起させるため、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、プレミアム付き電子商品券、いわゆる長崎あじさいペイの発行や、商店街等を対象としたプレミアム付き商品券等の発行支援に取り組んでまいりました。このうち、プレミアム付き商品券等の発行支援につきましては、令和2年度から令和5年度にかけて実施し、大規模小売店舗も対象に加えた令和5年度の実績といたしましては、32団体に対して約6億円の補助金を交付、総額約25億円に上る商品券の発行を支援いたしました。支援を受けた商店街等が、それぞれの実情に合った商品券等を発行したことで、地場事業者における売上の増加や、地域経済の活性化が図られたことに加え、
商店街等が主体となって事業に取り組んだ結果、組織の体制強化につながるなどの副次的な効果も得られております。商店街等の事業者や市民からは、長期化する物価高の影響を受け、新たにプレミアム付き商品券の発行を望む声も寄せられており、またこうした取り組みは、ご指摘のとおり、去る11月22日に閣議決定されました国民の安心安全と持続的な成長に向けた総合対策におきましても、重点支援地方交付金の推奨事業として例示されているところでございます。そのようなことから、新たなプレミアム付き商品券の発行支援につきましては、同交付金の交付額や経済対策に関わる他の事業の状況等も勘案しながら、実施について検討してまいりたいと考えております。以上、本段からの答弁といたします。土木部長。ご質問の2点目、建築行為等にかかる道路交代用地の整備についてお答えいたします。建築基準法第42条第2項道路などの道路幅員が4メートル未満である境外道路におきましては、建築基準法で定められた道路幅員4メートル以上が原則確保されるよう、建物を建て替える際は、道路から後退して建てる必要がございます。一方で、道路から後退した部分におきましては、建築基準法上道路とみなされるため、原則建築物の建築や擁壁などの築造が禁止されているものの、その所有は民間のままとなることから、花壇や車両などが道路交代用地に損地されることで、通行の支障となるなどの課題もあると聞いております。ご提案の境外道路整備等促進事業は、境外道路の解消による安全な住宅市街地の形成を図ることを目的とした、国土交通省住宅局が所管する補助制度で、地方公共団体が道路交代用地を道路として分泌し、整備を行う際、それぞれの費用の2分の1が国から補助をされるところでございます。議員からのこれまでのご提案を受け、この事業が本市の道路整備に活用できないか検討した経緯はございますが、島原市の事例では、国の補助金要望及び交付決定から用地を取得するまでの期間と、土地所有者が建築するタイムスケジュールが合わないことから、補助金を活用できず、結果として単独費で対応するケースも多くあるなど、活用にあたっては課題があるものと考えております。また、道路整備を行うにあたって、道路交代がなされていない部分が一部残っている場合には、建物の建て替えが必要となることから、道路整備効果が得られるまでに一定の時間を要することも課題となります。この制度の活用につきましては、これらの課題解決の検討と合わせ、実施すべき区域などの考え方の整理も必要でございますが、議員ご提案の居住誘導区域内の平坦部などが基本的な条件になるのではないかと考えております。また、道路整備効果の発言の上では、すでに建て替えによる道路交代が進んでいる箇所で、地域からの協力が得られるなど、一定の条件を満たす場所を限定することも必要となります。境外道路の解消に向きましては、他都市の事例も踏まえながら、境外道路整備促進事業のについて検討を行い、住環境の向上に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。建築部長。ご質問の3点目、防災減災についての括弧1、危険な崖地の対応強化についてお答えいたします。石垣などの民有地の崖地につきましては、関係法令である宅地造成等規制法や建築基準法、空き家特措法において、所有者などは常時安全な状況に維持することに努めなければならないとされています。長崎市におきましては、民有地の崖地が崩壊した場合、これらの法令に基づいて土地所有者に対し、助言や指導を行うとともに、長崎市宅地の崖災害対策補助金制度の活用による早期復旧を促しているところです。なお、崖地の所有者の住まいが当該地にない場合におきましても、
登記簿等により所有者を調査し、文書の送付や所有者宅への直接訪問により助言や指導を行っております。しかしながら所有者においては改善意識の問題、経済的な問題、相続の問題などにより解決に至らない場合もございます。また国におきましては、全国的に空き家等の面積が急増している現状を踏まえ、土地政策研究会が立ち上げられ、新たな方策の検討が進められているところです。こうした国の動きも注視しながら、民有地の崩壊した崖地が放置されないよう、これまでの関係法令に基づく助言や指導に加え、法令に基づく勧告書を送付し、対応を強化してまいりたいと考えております。次にご質問の5点目、リフォーム補助金の件数増加についてお答えいたします。長崎市住宅リフォーム支援補助金は、住宅の居住環境の向上や市内事業者の若手、技術者の育成と技術の継承を目的に実施している事業です。令和6年度は受注機会の平準化と申請時の細分化を図るため、長崎住岡リフォーム補助金は4期生、住宅性能向上リフォーム補助金は3期生で実施し、現時点でいずれも第3期までの申請受付を終了し、合わせて1084件の申請があったところでございます。第1期第2期は先着受付を行いましたところ、混雑が生じたため、第3期より申請受付方法を事前抽選制による申請受付に変更いたしました。この見直しにより、抽選に当選した方のみ来庁してもらうことで、申請受付における平等性を確保しつつ、申請者の負担軽減を図る成果が上がったものと考えております。住宅リフォーム支援補助金については、市民の方々のニーズが高いことは承知しておりますので、限られた予算の中ではございますが、制度や方法を研究し、研修の拡充についてどのようなやり方があるか検討していきたいと考えております。以上でございます。上下水道局長。ご質問の3点目、防災減災についての括弧の2、下水道環境の防災対策の早期化についてお答えいたします。老朽化した下水道環境の更新につきましては、環境の内部をテレビカメラで調査し、更新が必要と判断されたものについて、5カ年間で更新を行っていくストックマネジメント計画を策定し、国の承認を得て実施をしております。なお、現在のストックマネジメント計画は第2期計画であり、令和6年度から令和10年度までを計画期間としており、対象となる環境の総延長は約10キロメートルとなっております。更新にあたりましては、耐震化も同時に行えるよう、施設間の内部に新たな管を構築する工法を主に採用しております。今後におきましては、令和5年6月に国が令和9年度以降はウォーター PPP 導入が決定済みであることを環境更新工事の補助採択要件にすると表明いたしましたので、これに備えて令和9年度以降に補助採択を得る予定であった環境を計画期間の前半に前倒しして工事をすることとしております。なお、長崎市のウォーター PPP は下水道事業を対象としており、今年度は国のモデル都市に選定され、国において基礎的な調査が実施されております。これを受けて、来年度以降は長崎市が独自に調査を行い、令和10年度の導入を目指してまいります。またストックマネジメント計画は変更が可能であり、変更した計画について国の承認が得られれば補助対象となる環境を増やせますので、今後も調査を進め、計画の見直しを行いながら事業進捗に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。児玉部長。ご質問の6点目、子ども食堂等への物価高騰による支援策についてお答えいたします。長崎市におきまして、子ども食堂は民間団体によって自発的に開設運営されており、令和6年10月末現在28箇所で実施をされております。子ども食堂は子どもたちに食事を提供するだけにとどまらず、子ども同士の交流や地域の大人たちとの触れ合い、関係性を築くことができる場として、また
子どもが家庭や学校以外で過ごすことのできる居場所としての機能が期待されるものであり、子どもたちの成長のためにはより多くの地域で実施されることが望ましいと考えております。そうした中、長崎市の取り組みとしましては、子ども食堂の開設を検討している方を応援するため、令和3年度から運営を熟知したアドバイザーを派遣し、相談に応じて助言・情報提供を行い、支援を行っているところでございます。ご質問の物価高騰の影響に関しましては、子ども食堂の多くが小規模の団体によって運営されていることもあり、安定的な運営を行うための資金不足や現在の物価高騰により運営が厳しい状況にあることもお聞きをしております。国におきましては、困難を抱える子どもたちが安心安全で気軽に立ち寄れる食事等の提供場所を設ける取り組みに対しての補助メニューを令和7年度に拡充することとしておりますので、長崎市としましても子ども食堂の運営状況を的確に把握をし、支援の必要性を検討していきたいと考えております。以上でございます。副支部長。次に7、一人暮らし高齢者世帯への居住に対する支援についてお答えいたします。長崎市の一人暮らし高齢者世帯数については、令和2年の国勢調査の時点では、28,881 世帯で、全世帯数の約 15% となっておりますが、超高齢社会の進展の中で、今後も増加していくことが見込まれております。そのような中、居住の支援については、住宅セーフティーネット制度に基づき、高齢者や低額所得者、障害者などを対象とした住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、賃貸住宅への入居にかかる情報、住宅情報の提供、相談、見守りなどの生活支援等を実施する居住支援法人を都道府県が指定しており、長崎市内には3法人が活動されております。また、地域の身近な高齢者の総合相談窓口である市内20カ所の地域包括支援センターをはじめ、社会福祉協議会等の各種相談窓口において、お住まいに関する相談を受け付けた際には、相談の内容に応じて居住支援法人の紹介等による支援を行っておるところでございます。今後も高齢者の方々にとって身近な地域包括支援センターなどの総合相談窓口や関係部局、居住支援法人との連携を図り、居住に関する相談に対し、よりスムーズな支援に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。20番、山本信之議員。それでは、順次再質問をさせていただきます。まず1点目のノーベル平和賞受賞団体の検証について、本当に市長、ありがとうございます。長崎市としても、長崎市最強の検証を行えるよう調整していくとのご答弁をいただきました。本当にありがとうございます。これはですね、先ほど本段でも私ども述べたとおり、11月27日に、私ども公明党は来年2025年3月に核兵器禁止条約締約国会議が開かれることを踏まえて、日本政府がオブザーバー参加し、核保有国と非保有国の橋渡し役を担うよう求める被爆80年を目前とした緊急要請を申し入れました。その中で、ノーベル平和賞を受賞された日本被爆協の皆さんの現地での活動支援とか、その功績を称えるということを、私どもは要望させていただきました。それを受けて、私どもはご答弁いただいたとおり、この長崎市においても、その構成団体である長崎市最強の皆様のノーベル平和賞受賞の功績を称え、検証いただきますよう、私どもは申し上げたところでございます。それをご回答いただきましたので、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは2点目の建築行為等に係る道路交代用地の整備について、これは確認の上でお尋ねします。共愛道路整備等促進事業について、検討を行い、住環境の向上に取り組んでいきたいと考えているというご答弁をいただきました。
この事業の検討を実施するということもその後あります、事業の検討をこれは実施すると、こういう回答というのは、ここの住環境の向上に取り組んでいきたいというのは、今後実施していくというような考えなのか、お尋ねします。土木部長。再質問にお答えいたします。今、長崎市の方でですね、こういったいわゆるこう道路が狭くてですね、家の中に入れない、家の中に車が入れないとか、そういった事業につきましては、長崎市独自の制度といたしまして、車道とかですね、暮らしの道を実施しております。そういう事業は、いわゆる国からの補助がない事業で実施しているところでございますけれども、今回、議員さんからのご提案があっております、この共愛道路整備促進事業につきましては、国からの補助があるということで、そういった意味ではですね、有用性がですね、高いというですね、基本的な認識を持っております。で、その一方でですね、先ほどこの答弁でも申しましたように、やはりこう島原市の事例ではですね、どうしても補助のタイミングと建て替えのタイミングが合わないという課題もございますし、それから一部道路にですね、いわゆるこう車が通る道にその道がちゃんとつながるということじゃないとですね、やはりこう効果がないということもございます。そういった課題はですね、やはりこう解決できるようにこう考えなきゃいけないというのがですね、まず一つございます。そういった中で先ほども話の中でもですね、じゃあ区域をどうしていくのかとか、それからその区域の中でもどういった路線を対象にしていくのかとか、それとその路線に合わせましてもですね、じゃあ住民の方のですね、同意がどういう状況であるかとか、そういったこの条件をですね、まずこう整理していく必要があるということでですね、私まずそれをですね、まずこう考えております。そういった整理をしていく中で、この制度がですね、きちんと効果を及ぼすことがちゃんとできるのかという判断をした上でですね、実施するか否かということにつきましてですね、判断をしていきたいということでございますので、そういった整理等のですね、検討をきちんと進めていきたいと考えております。以上でございます。20番山本信之議員。今のちょっとご回答だとですね、少しわからないところもございます。私がですね、言ってたのは、6月議会でもですね、質問をさせていただいたんですが、長崎戦災復興土地区画整理事業で、城山町住宅地がございますけれども、ここでも狭い、区画整理をやったのに狭いところがございます。これは建て替えがですね、今住んでる中で、更地になっていたりとか、今度家屋を解体しとか古くなっているとかそういうところがございます。私が言いたいのはそういうところの整理に一定使うべきではないかと。でこの事業は補助事業なんですよ。でこれは例えばですね、私が考えているのは令和6年3月に国土交通省住宅局で作成された共愛道路対策に関するガイドラインというのがございます。この中に共愛道路整備等促進事業ではということが書いてあって、そこには個別型と路線型というのが明記してあるんですね。でこの個別型なんかは私は平面的にやるところは個別型だと思うんですよ。で私車道みたいに路線でやるところはこれは路線型だと思います。先ほど島原市の事例、これは私も現地行って見てきました。そしたらこれはですね、その路線に沿って新しい住宅がどんどん増えてるんですよ。これやっぱり不動産業者さんなんかとも一体になって、民間との活用で民間と一体になってその路線をミニ開発のように進めてらっしゃるんです。こういう事業がないとね、そういう発想が浮かばないんですよ。だから私は言ってるんです。でこれは補助事業なんですよ。でもう一つ言えるのは、これをすると片側だけでも進むとこれ3メーター近くなって救急車が入るようになってくるんですよ。今車道整備事業では 1.8 から 2.5 なので、やっぱり救急車やその消防車という部分が厳しいんですね。だけど少しでもやはり広げていく、また元のですね、幹線道路間をつなぐという意味でいくとですね、これ島原市の方も言ってましたよ。たとえ単独事業が入ろうとも続けていくことが大事なんだと。続けていくことでこれつながっていくけん、この路線型っていうのをやはり一つの提案として不動産会社なんかととも一体もできるのでね、こういうとは一つの街づくりに私はつながっていきますので、これはすべきだと思いますが、いかがですか。
土木部長。再質問にお答えいたします。先ほどの個別型と路線型というお話もですね、出てまいりました。私が先ほどの既存の道路につながることが必要だということはですね、路線型ということでですね、私もイメージをしております。そういった中で先ほどもですね、申し上げましたように、補助をいただいてですね、そういう居住環境がですね、改善できるということはですね、有用であるということを考えておりますので、先ほどそういった中、そういう観点でですね、そういうどういうふうな条件でですね、設定していくかと、課題が起きないようにですね、設定していくかというのを整理した上でですね、これについてはですね、判断していきたいということでございますので、決してですね、後ろ向きということではですね、ございませんので、その点ご理解いただければなと思います。以上でございます。20番山本信之議員。いや、先ほどの、ご答弁ではなかなか難しいような発言だったんです。私はね、この事業さえ出れば他はもう民間がやっていくんですよ。だから民間と一体になって進められる事業なんだから、こういう事業構成は一つの制度として作る場です。これは要項とかね、そういうのがいるから言ってるんで、これ検討されるということだから、ぜひですね、実施に向けた検討をですね、していただきたいと思います。これは要望と返させていただきます。3点目のですね、防災・減災についての危険な崖地です。これは法令に基づく勧告書の総合し、対応に強化していくとのご答弁をいただきました。こういうですね、勧告書を出すっていうのはね、やはり相手に強い姿勢で臨むという上では、大変いいことだと思います。勧告書が出されるということは、相手も分かっているということですから、これはね、非常にいいことです。しかももう一つお尋ねします。これは所有者が不明の身内、これが崩壊した危険な崖地に対しては、空き家特措法なんか使って、もっとね、詳細に持ち主の特定ができると思います。こういうことを使って同じように、関連する法令に基づき、崖地の所有者にさらに強く指導し、安全対策を私は図っていかないと、同じような問題もあると思いますが、いかがでしょうか。新築部長。再質問にお答えいたします。議員ご指摘のとおりですね、実際、所有者が不明な空き地に、空き家にが建っている敷地というのも長崎市内にございます。こういったものに対しましてはですね、空き家特措法に基づく対応がご指摘のとおり可能であると思っておりますので、崩壊した危険な崖地の復旧に向けてですね、宅地造成規制法に加えてですね、こういった関連法案に、関連法令を活用しまして、指導を強化してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。20番、山本信之議員。もう本当にですね、これは強い姿勢でですね、進めていただきたい。もう本当にこれは残っているところはですね、かなりあるんですよ。そしてその崖地が残って、壊れた状態で、そのまま残っているために、自分のですね、火災保険でこれを直して、そして再度住むとか、そういう検討をされている。これおかしいですよ、やはり。その上で、民民のことなので、市にどうしてほしいと言ってるわけじゃないんです。ただ単に、そういう強い姿勢で韓国とかそういう相手に対して、直さんばいかんよっていうこの姿勢はですね、市しかできないから私は言ってるので、ぜひよろしくお願いいたします。この3点目の防災・減災についての括弧に、下水道環境の防災対策での早期化でございます。これは確認の上でお尋ねします。ストックマネジメント計画は変更が可能であれ、新たな計画について国の承認が得られれば、補助対象となる環境を増やせますと、ので、今後も調査を進め、計画の見直しを行い、事業進捗に取り組んでいくとのご答弁があります。このやはり補助対象の環境を増やすということが、私は一番大事だと思っています。これは逆に、市の負担が減るわけですから、これを増やすことも可能だと。私はとにかく市の負担を減らす、この方法を考えていただきたいと思って、今回質問しています。これはですね、先ほどから言っとる、官をですね、市の負担を増やす、減らす、補助事業の対象となる官を増やしていくというような意味で理解してよろしいんでしょうか。上下水道局長。再質問にお答えします。ただいま議員ご指摘いただきました通り、私どもとしましては、できる限り補助対策、補助対象になる管路のですね、着手量を前倒して増やしていきたいに考えております。以上でございます。20番山本信之議員。
はい、これはもう私の考えと一致しておりますので、ぜひですねこれは進めていただきたい。とにかく前倒しして事業を進める、これいつ災害が来るか分かりませんので、そういう事業進捗を図っていただきたいと思います。4点目、プレミアム付き商品券を活用した物価高対策についてでございます。市長、本当に実施に向けた検討を行うというお言葉をいただきました。ありがとうございました。これはもう非常に前向きな答弁であったと私は思っております。これは私どもも非常にですね、党の公約として本当にこれは努力させていただきました。そこでですね、ちょっと最後にもう一度確認の上でお聞きします。私は価格転嫁が難しい中小零細店舗に有効な物価高対策としてプレミアム付き商品券の活用が重要であるという発言をしてまいりました。これはもうずっとそのような発言をさせていただきました。長崎市がこれまでも国の有利な交付金を活用してきた経過から、さらに私は経済対策にかかる重点支援交付金の推奨事業として推奨されるように努めて、これはもう私ども努めてまいりました。プレミアム付き商品券の発行を実現し、事業者や市民生活を支援してほしいというのが私の望みでございますし、これはもう地元の皆さんの声でございます。今一度本市の決意をですね、これをお聞かせいただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。以上。再質問にお答えいたします。先ほどご答弁いたしましたとおり、現在物価高の影響が続く中でございますけれども、商店街等におけますプレミアム付き商品券の発行事業、これは消費喚起による地場事業者の売上増加、そして地域経済の活性化に加え、商店街等の体制強化にもつながる有効な取り組みであるというふうに考えております。従いまして、国の重点支援地方交付金に関わる推奨事業メニューの例示も十分踏まえまして、課題となります財源の確保を図りながら、経済対策事業としてのプレミアム付き商品券の発行支援についてしっかりと検討してまいりたいと考えております。以上でございます。20番山本信之議員。ありがとうございました。ぜひよろしくお願いいたします。私はこれはですね、本当に地元のですね物価高騰に対して今1割2割と本当に材料費から上がっていって、これを価格転嫁できないというのはですね、地元の零細店舗を持ってるんです。この部分をもしプレミア地元でですね運営するこのプレミアム付き商品券、市やそういうところに行ってくださいじゃなくて、地元でそういうのを運営して自分たちでプレミアム付き商品券を出して自分たちの地域の売り上げを上げる、こういうですね施策を自分たちがやることで、この行っている皆さんが逆に仲良くなったり話をするようになったり、非常に活性化という面も出ております。そういう意味でこれはぜひ進めていただきたいし、予算もつけていただければよろしくお願いいたします。5点目、リフォーム補助金の件数増加についてですが、これ、リフォーム補助金の拡充については、私、一般財源のですね、支出を抑制するということを一番挙げております。一般財源でですね、のみこれ、進められている住岡リフォーム補助金から、国の補助を活用できる住宅性能向上リフォームに、私は力を入れるべきだと、これを増やすべきだと思っております。また、住宅性能向上リフォーム補助金については、省エネ化のこの一軒当たりの上限額、これをですね私は見直す必要があるんじゃないかと思っております。とにかくそういうことで数を増やす、件数を増やす、こういうですね考えを検討されたいと私は思いますが、いかがでしょうか。建築部長。再質問にお答えいたします。議員ご指摘のとおり、一般財源の抑制および国庫補助の活用を図りながらですね、市民の方々にニーズの高いこういったものに応えできるようにですね、件数の充実ということ、あと上限値の見直しも含めましてですね、十分検討させていただきたいと思っております。以上でございます。20番山本信之議員。はい、今前向きなですね回答がございましたので、ぜひですねこれは進めていただいて、件数をとにかく
増やしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。やるという現実は取り付けろ。いや、今やるという回答やったと思います。性能向上日本補助金の、まあ、国の補助対象が拡大している中、枠が拡大しているんですね。いろんな項目も対象になってきました。ぜひこのことを考慮して、広く浅くする具体的な提案を私はさせてもらってます。ぜひ日本補助金の件数増加に努めていただきたい。このことは本当に要望とさせていただきますので、しっかり取り組んでいただきたい。もう先ほどやるというご回答だと認識しておりますので、よろしくお願いいたします。6点目、子ども食堂等への物価高騰による支援策について、子ども食堂の運営の状況を的確に把握するというようなご回答がございましたけど、これはどうやって把握していくのかお答えください。子ども部長。再質問にお答えいたします。先ほど、ご答弁したとおり、それぞれの子ども食堂の運営状況につきましては、今、現に28団体でされておりますので、そこに、いろいろ紹介をしてですね、お聞きをして現状の把握に努めていきたいと。でそれらを踏まえた上で、支援の在り方を検討 していきたいというふうに考えております。以上でございます。20番、山本信之議員。現状も分かっとらんとかって聞け、はい、今の状況のお話だとね、数字だけを今つらつらと述べられたとしか私は思わないんですよ。私どもはね、地元でやってるのを現実にそこに行って見ている、その体制をよく見てるんです。このですね、白山スクールで放課後子ども教室、白山スクールでですね、食育教室、いわゆる食育教室ですね、子どもたちが作って行う、こういう姿勢でやっております。これは与えるじゃないんですね。これは基本的な考えとしてですね、池田この代表、白山スクールの池田代表の姿勢でこれを行われております。またそれをですね、支援するフードバンクとしてはですね、これは母体である社会福祉協議会白山支部のですね、林田支部長が非常にこのフードバンクのことを支援してですね、その支援の中でようやくこれはできているわけですね。先ほどもお話をした通り、カレーの日ということで月に1回行うわけですね。この行った時は100名を超えるですね、方が来ております。やはり物価高騰で米代が高いんだとかいろんな問題もあるのでしょう。これはずっと増えてきてるんですよ。その現状をね、やはり行って生で自分たちで肌に感じていかないと、私は何も市の単独予算を使えて言ってるんじゃないんですよ。国の補助金制度をさまざまに考えて、これは行うべきだ、国の補助金制度がないか、これは考えていただきたい、そういうことを言ってるんです。例えばですね、私の見た中では、これ、子ども家庭庁の地域子どもの生活支援強化事業とか、先ほど11月22日に決定された総合経済対策の中でも、そのような活用が、そのような支援が、の補助事業が見られます。私はそういうとね、しっかり市としても捉えてこれは行うべきだと。もう経済対策として物価高騰対策をね、なんとか下支えしていくと、やはりそういう姿勢が大事だと思いますが、いかがでしょうか。どうも部長。再質問にお答えいたします。議員おっしゃられた通り、それぞれの団体でですね、それぞれ特徴のある、活動をしていただいて、非常に、子どもたちの成長にも貢献していただいているということは認識をしております。私たちも子ども食堂のネットワークの方々とはですね、お話する機会があって、その実情をお聞きするということはやっておりますけれども、28団体それぞれがどういう活動をして、どういうところで困っていらっしゃるかというところまでの把握はまだできておりませんので、まずはそれぞれの団体の実態をしっかり教えていただいて、どこで困っているのかというところ、それらを踏まえた上で支援の在り方を検討したいと思っております。で、支援をやるにあたってはですね、議員がおっしゃられた国の有利な補助制度の活用等々を踏まえて、実施をしていきたいというふうに考えております。以上でございます。20番山本信之議員。まずはですね、おっしゃった通り、これはぜひですね、的確な把握をしてください。
それぞれのですね、子ども食堂でやり方はいろいろあるんですよ。だからそこで何のニーズが必要なのか、それを捉えていただきたい。ただね、この材料費の高騰はですね、同じように影響があるんです。これをいただいている団体があるから、もうこの材料費もですね、材料をですね、寄付していただいているさまざまな団体があるから、これは持ってますけども、これが常時ですね、永続的にこう続くわけではないんですね。その時々の話じゃないんです。で、これはですね、地元に先ほども言いましたが、100名以上の方がずっと来られて、これが増えているということは、それだけニーズがあると私は考えていますので、その意味でですね、これは検討していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。これは要望とさせていただきます。最後に7点目のですね、一人暮らし高齢者世帯への居住に対する支援についてでございます。居住支援法人との連携を図り、居住に関する相談に対し、よりスムーズな支援に取り組むとの答弁をいただいております。私、ちょっとこれは気になったんですけども、これでですね、僕にこう、私にこう話があったのは、要は居住のための保証人の話なんですね。この支援団体がそういうところをしっかりされてですね、保証人なんかしっかりされて、そういう住宅にですね、住めるように、これはしていく団体ということで、把握されてるのか、それについてお答えください。牛部長、再質問にお答えいたします。その居住支援法人につきましてはですね、住宅セーフティーネット法に基づいて居住支援を行う法人、その住宅確保要配慮者の居住支援に係る担い手として県が指定しているというところでございまして、長崎市内で先ほどお話ししましたように3事業所を指定しているというところでございますので、そういった保証人がいないとか、そういった方たちのところを寄り添って支援していく団体だというふうに考えております。以上でございます。10番、山本信之議員。今の話を聞くとね、そういうそのパンフレットみたいな形でね、そういうする団体ですということしかないんですよ。今、3団体って言いましたけども、これね、まだ今からですね、高齢者単独世帯は先ほどご答弁いただいた通り増えていくんですね。そうなったときに本当にそういう対応ができるのか。私はもう一つね、気になるのは、こういったときにですね、包括がこれを受けるということで、私はこれは非常にいいことだと思ってます。これは包括の方でですね、受けていただける、これはもう非常に感謝でございます。だけども、この包括さんの方から本当にこの窓口としてできるのか、これは私は周知が必要だと思いますが、これは部長、周知をしっかりされるかどうか、これについてお答えください。部長、再質問にお答えいたします。20の地域包括支援センターについてはですね、それぞれ定期的に会合とかを開いておりますので、その中でこういった居住支援法人の内容とかですね、そういった部分をご紹介していきたいと思いますし、今でもご紹介しているところですけれども、していきたいと思います。ただ今現在ですね、包括支援センターでそういった住宅へのお困りがこう合ってるかっていうのを聞いたんですけども、今のところ長崎市内では幸いなことにですね、数件だったというところなので、まあ、そういった議員ご指摘の通り、今後単身の高齢者世帯は増えていきますし、ますので、そこら辺はですね、包括とも連携を取ってやっていきたいというふうに考えております。以上でございます。10番、山本信之議員。これ私の方に相談があった方はですね、包括がそういう相談窓口になっているということを知らなかったんです。だから言ってるんですよ。だからそういうね、包括さんが、先ほど周知の話をしましたけども、包括さんがそういう窓口になっているんだということをですね、高齢者の皆さんにしっかりこれ周知できるよう、包括の方も周知していただきたいし、で、高齢者の方々にもですね、そういう窓口が包括にあるんだということをですね、しっかり周知していただきたい。これはもう要望と変えさせていただきますので、何卒よろしくお願いいたします。時間がございますので、先ほどですね、質問できなかった8点目のですね、持ち主不明の協力についてお尋ねします。令和4年11月の市議会の一般質問において、河川等を占用している持ち主不明の協力で、建築基準法上の指定を受け、行動となっているものは、市が台帳上でしっかり把握する必要があるのではないかとの質問をしました。
この質問に対し、当時の理事からは、今後、関係部局と連携して調査を行い、実態の把握に努める旨の答弁がありました。その後の対応について、まずお答えください。土木部長。ご質問の8点目、持ち主不明の橋梁についてお答えいたします。長崎市が管理いたします河川や都市下水路などに架かる橋梁につきましては、専用の許可を受けて設置されているものがある一方で、許可を受けていない橋梁が存在していることは認識しているところでございます。そのような橋梁が落橋した場合などにおきましては、持ち主が不明でございますと、早急な復旧ができず、河川等の管理上の課題が生じるとともに、橋梁を利用されている方々の生活に影響が及ぶものと考えております。このようなことから、令和4年11月市議会におきまして、持ち主不明の橋梁の調査及び実態把握に努める旨、答弁をさせていただきました。その後、調査を進めましたが、進めたところですね、建築基準法の指定を受けた道路内の橋梁につきましては、指定時の図面から詳細を確認する必要があるということ、それから民間開発で設置されました橋梁につきましては、そのものの情報がなかったということがございまして、調査に大幅な時間を要することが分かりました。そのため、現時点におきましては、全体的な実態把握には至っておりませんが、他都市の取り組み状況も参考にしながら、対応をですね、検討してまいりたいと考えております。以上でございます。20番、山本信之議員。今、今後進めていくということですから、実態把握に努めてください。それとね、持ち主不明の橋梁について、所有者が、これは特定されている場合ですね、これは特定された場合ですね、失礼しました、特定された場合、当該市道は、この市道整備助成事業を活用してですね、橋梁の修繕などを行い、私道から長崎一道にですね、指定、認定を受けることができるのか、見解をお尋ねいたします。土木部長。再質問にお答えいたします。橋梁を含みます私道の指導認定にあたりましては、関係する土地の所有者及び住民の相違をもって要望がなされ、その上で橋梁の構造を含めまして、側溝、舗装など、指導の認定要件を満たす整備が実施されることを条件としているところでございます。その整備状況につきまして、安全性が確保でき、長崎市が維持管理を行っていく上で支障がないと判断され、かつ所有者の方々から土地や橋梁等の寄付がなされた場合には、指導認定が可能でございます。なお、地域におけます整備にあたりましては、私道整備助成事業を活用してもらうことが可能でございます。以上でございます。10番、山本信之議員。はい、前向きなご回答ありがとうございます。ぜひですね、こういうのも相手をとにかく特定してですね、この私道指導整備助成事業などを活用してですね、これ、決まればですね、相手が確定できれば、これは使って、結局、指導認定ができるということですから、それはぜひですね、進めていただきたいし、その持ち主からの、その橋梁の持ち主からご相談があったときには、ぜひですね、対応を早期に進めていただきたいと思います。これは要望とさせていただきますので、よろしくお願いします。私はですね、今回も含めてですね、この経済対策についてお話をさせていただきました。最初の一個向けは本当にノーベル平和賞の平和問題について、私どもの取り組みについてもご紹介をさせていただきました。こういうのをしっかり私どもは進める中でですね、今後この物価高騰にも市のできるだけ負担を、市の負担を減らしながら取り組んでいくと。こういう事業をですね、民間をとにかく活用して活性化させていくという事業を増やしたいと思いますので、ぜひですね、市の皆様の、理事者の皆様のですね、ご協力を今後ともですね、いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。時間は少し残りましたけれども、私が今度いただいた回答で十分ですね、よかったと、私が十分求めた回答がいただきましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。本当や。受けいたします。午後は1時から再開いたします。